時間でここまでツールを使って RDF を作るという体験をしました。で、まあ、そういったその作ったものとそのこういった今まで紹介したような他のデータベースと結合するために気をつけることとかっていうことをちょっと説明したいと思いますけど、まずそのどうやって結合して統合して使う方法っていうのはまあ基本的には2つしかなくて、自分でトリプルストアを立ててそこに自分のデータと必要なデータを集めてきて全部入れるか、それかフェデレーテッドクエリーっていうそのスパークルの機能があって、まあ、さっき多分山本さんの中でもちょっと例が出てましたけども、自分のさ、トリプルストアとあとはそのネット上にあるリモートにあるトリプルストアに同時に、分散してクエリーを投げて結果を集めてくるっていうような、やり方ができます。まあ、そのどっちかになるわけですね。スパークルで統合するという上では。ただ、いずれの場合も、そもそも、その量、今使いたい2つ以上のデータベースの RDF データの中で、URI とか語彙、同じものを指す URI や同じものを指したいときや、同じ意味を持たせたいときに、それが URI や語彙が一緒でないと、そもそも統合できないですね。スパークルはその文字列マッチだけで、問い合わせを、解釈していくので、はい、だからここがちょっと重要になるわけです。で、RDF 作るときに初心者はつまずくところをいろいろ考えたんですけど、自分の経験で言うと、まず日本語のドキュメントがいまだにすごく少ないんですね。で、分かりやすいドキュメントがない。で、まあ、W3C の使用書みたいなのがかなり、まあ、読まないといけなくなるんですけども、あれはその、まあ、情報科学の専門家の人はああいうのを読むのは割と楽なのかもしれないですけど、そうでない人間にとっては結構無味乾燥な文章で割としんどいですね。これはまあしょうがないです。あとちょっと個人的に思うのが、そのセマンティックウェブってその実はそれ以前にあったいろんな分野の技術の寄せ集めみたいなところがあって、それぞれの分野でちょっとずつその背景が違うんですね。だから同じことを指すのに違う言葉を使って文章ごとに違う言葉を使ったりするので、これがまあ慣れるといいんですけど、初心者には結構つらい。例えばですけど、述語述語って、まあ、主語述語目的語って言ってますけども、これ、実はそのアウルの世界とかではプロパティって言うんですね。で、述語ってあんま言わない。で、同じ意味なんです、基本的には。でプロパティって言うと述語のことなんだけど、それ説明がないと初めのうちはよくわからない。で、あとはその何でもそのウェブの世界ではリソース URI とか、 URI をリソースって言うんですね。これはなんか初めは慣れないとピンとこないんですけど、要は単にまあネット上でアクセスしたら何か出てくるものっていうぐらいの意味なんですけども、それが例えばアウルの世界ではそれをインスタンスとして呼んだりですね、あと個体、まあ、英語でインディビデュアルっていうんですけど、個体って呼んだりするときがあって、そのなんか、まあ、説明している人の文脈によって違う専門用語を使うところがあって、これが結構初心者にはつらい。大体その、まあ、ウェブ系の人と、それからオントロジー系の人と、それからまあ論理学業界の人で、やっぱちょっとずつ考えてることとか用語が違う、そういう感じがありますので、そこちょっと整理するまではしんどいと思います。あと実際 RDF 作るときに、そのオントロジー見つけるのはやっぱり難しいんですね。で、まあ、見つけなくてもオレオレオントロジーで書けば、さっきの統合 DB でもデフォルトでカラム名を使って作ってくれましたけども、それをやってしまうと他のものにつながらないのが自明ですよね。だつなぎたいところは一生懸命オントロジーを探したりしないといけないんですけども、それは割と難しい。特に初心者には難しい。で、もう一つはその述語がすごく少ないんですね。で、これはもう見つけられないときは、見つけられない人が悪いっていうよりかは、大体ない、世の中に存在しないっていうパターンが多いと僕は思っています。なので、述語がない場合は作らざるを得ないケースが結構あると思っています。はい、あとはもうこういうのもあるんですね。そのオントロジー検索サイトを使った時に何か、まあ、出てくるわけですね。でも初心者の場合にそのラベルで判断しちゃうので、それがいいクラス、いいプロパティがあったと思ったら、実はそれ定義を見るとクラスだったみたいなことが、まあ、あってですね、こういうのを間違うようなケースもあります。あとはその、まあ、慣れないとそのああいうもともとがテーブルだったりはウェブのグラフィカルに書いてあったようなものをどうやってそのトリプルで書き下していくのか、まあ、さっきのレイフィケーションなんかちょっと難しかったですけども、どうやって SPO で書いていくかっていうところも、まあ、慣れないとちょっと難しいと、こういうところは
初心者がつまずくところです。で、まあ、で、その統合して使うための、RDF を作るのに大事なところとして、まず、まあ、共通した URI を利用するということがあります。で、実際、例えばここではユニプロットの例を、まあ、挙げましたけども、世の中に普通にルフしているユニプロットの URI だけでも、まあ、これ以外僕はあると思ってますが、これだけあるんですね。で、本家自体がこの RDF の中では PURL っていう URI を使ってますし、でもそれは Web にアクセスするとリダイレクトされて www を使っているので、RDF を外部の人が RDF を作るときもこの www ユニプロットの URI を使って書いちゃうことっていうのは普通にあるんです。で、EBI がその別のその、まあ、データベースの ID を統一するようなプロジェクトをやってるんですけども、その identifies.org ユニプロットっていうのもよく使われています。それからこれもサードパーティーなんですけど、biots.rdf.org っていうところが、やっぱりそのリンク情報、データベースのリンク情報を集めているような、プロジェクトで、ここも RDF としてユニプロットのリンクを提供していて、これを使ってる人も実は多いです。で、こういったものを混ぜ合わせても、全部同じものを指してるのに、問い合わせると違うものなので見つからないという問題があって、これは別に技術で解決できる部分もまああるんですけど、まあ簡単ではない。で、まあ気をつけないといけないところなんですけども、今から利用する RDF がどれを使ってるかっていうのをまあちゃんと知っとかないと、まあなんかバグの元とかなんかなんでできないんだろうって悩んじゃうところです。で、ただ EBI RDF プラットフォームにあるものや NBDC が作っている RDF ポータルとかでは一応外部リンクに対しては identifies.org というこの EBI のサービスですね、これの URL を使うっていうことを推奨していて、比較的これを使っていただいて外部リンクを参照していただくとこういったリソースにはつながる可能性が高くなると思います。で、今のは URI の話でしたけども、次にその共通した語彙、まあ、オントロジーと言い換えてもいいですけども、語彙を利用するっていうところです。で、これ見つけるのが難しいという話をしました。で、生命科学系のオントロジークラスであれば、バイオポータルというサービスがあって、ここで、検索することで、これは割とよくできているので、見つけやすいと思います。ここで見つからなかったら、他のところでもあんまり見つからないんじゃないかなと思います。で、繰り返しますけど、述語に関しては、そもそもないことが多いので、見つからなかったら諦めた方がいいかもしれません。自分で作るしかない。で、あとその生命科学系は、すみません、まあ、皆さんがちょっと仮に生命科学系の人だとまあちょっと仮定しますけども、自分が今作ってるデータベースとか興味のある対象に関しては、そもそもそのバイオポータルで検索しても何が書いてあるかよく分かるわけですよね。だからいいんですけど、その実際にデータをパブリッシュするときには意外といろんなメタデータが必要になってきて、そういうその生命科学系でないオントロジーをルックアップするサービスっていうのは、まあ、ないことはないんですけど、割とあんまり網羅的なものがなくて、その初心者にとっては難しい感じになってます。で、それをちょっとまあここにまとめてみましたけど、割とよく使うもので、これぐらいをちょっと意識していただくと、まあ、割とかなりカバーできてるかなと思います。で、上から、ですね、RDF、RDFS あたりは、その RDF の構造を書くときに必須なので、まあ、これはみんな知ってるわけですけども、この中にも結構有用な、述語とかは入ってます。それから、オントロジーを書くときの OURL という、まあ、これも基本ですね。で、あとはですね、例えば、データベースのカタログのメタデータを記述するときに、この DCAT っていうオントロジーを見ていただくと、いい述語が見つかるかなと思います。それから、これもすごく基本で、DC、ダブリンコアっていうその、まあ、コントロールドボキャブラリがあるんですけども、そのダブリンコア自体は、非常に広く使われている語彙なんですけども、これ、セマンティックウェブ以前の話で、オフィシャルな RDF がないんですね。で、それを改良するために、拡張した DC タームズっていうのがあって、これは、オフィシャルな RDF があるので、これは、オントロジーとして使えますし、これは非常にこれは、これにある語彙だったら、これ優先して使っていただくことをお勧めします。それから、このスコースっていうそのシンプルナレッジオーガニゼーションシステムというオントロジーがあって、これは、ちょっとですね、今、いわゆるオントロジーの話とちょっと違うんですけども、すでに世の中には大量の、
コントロールドボキャブラリーのリソースっていっぱいあるんですね。まあ、図書館情報ですとか、最初に紹介したアグロボックみたいな農業のオントロジーですとか、それたくさんあって、でそういったものをそのアウルのセマンティクスに載せるっていうのはちょっと面倒くさい作業で、時間がかかるので、とりあえず既存の資産をこのセマンティックウェブの世界にさっさと載せるためのマッピングのためのオントロジーです。ただこれはだからそういう意味で直感的に使いやすいボキャブラリーがたくさんあるので、これも見ていただくといいと思います。あと人間に関して記述するときもたくさんありますね。つまりあるデータを作った人は誰々さんで、その人と誰々さんは例えば協調関係ですとか、いろいろ人間の関係を書くことはあるんですけども、そういったのがフレンドオブアフレンド、フォアフオントロジーっていうのがあって、これは人とか組織のことの関係、誰がどの組織に所属しているみたいなことも書けるオントロジーです。それからデータベース間の関係で、データベースのメタ情報みたいなのを書くボイドっていうオントロジーがあります。あと単位のオントロジーですね。そのメートル、リッター、そういったキログラムとか、そういった単位のオントロジーとして、このユニットオブメジャメント、略称 UO と言いますけども、これが便利です。で、これにない単位っていうのが、この、ね、読み方ちょっと分かんないんですけど、QUDT というオントロジーがあって、ここの中にも、まあ、単位やら、次元とか量とか書いてありますけど、こういった、そういった、ここに漏れてきたものもここに入っている可能性があります。それから情報の由来っていうのが割と重要視されてるんですけども、特にウェブの世界っていうのは、ある情報ができた時にそれをまた加工して次の情報を使って、また加工して次の情報を使ってっていうような形で、次々と何かを引用したりコピーしたりして使ってきますよね。それの元は何だったのかっていうことを書くっていうのは結構重要なことで、それを記述するためのプローブオーって、プロベナンスって言いますね、由来のこと、プロベナンスオントロジーっていうのがあります。それからそれと近いんですけども、そのプロベナンスやオーサリング、つまりどういう人が作ったかとか、それがどういうバージョンなのかみたいなことを記述するパブオントロジーっていうのもあります。これも割とよく使います。それから単位とか、違いますね、型ですね、情報の型、ストリングだのインテジャーだの、そういったものを記述するのに XSD が使えます。それから人所属の情報ですね、ある人の所属とか、それからその所属先の住所とか書くのに V カードオントロジーっていうのが使えると思いますので、なんかちょっとそういった、こういうジェネラルなことを記述しなきゃいけないときには、ちょっとこういったところを、見ていただくと解決する可能性があります。これは最初に紹介した、バイオポータルという生命科学系のオントロジーを検索するサービスで、ですね、ここはかなり網羅的で、今数字何文字か見えない、658、すごいですね、658のオントロジーがここにも登録されています。で詳しい人はオボっていうオントロジーの組織がありますけど、オボのオントロジーも基本的にここに入ってますので、ここで検索すると、割と漏れなくいろんなものがヒットすると思います。それからその共通のオントロジーを使ってほしいということで、一つこのファルドっていうのを紹介したいんですけども、生命科学系ですと、そのゲノムのデータベースってのはすごい多いわけで、ゲノムとかタンパク質のデータベースが。で、そのゲノム上とかタンパク質上とか、その配列上のどこに何があったのか、どこがどういう情報を持ってるかっていう、その場所を記述するっていうのはすごくよくあることだと思うんですけども、それを記述する共通のオントロジーっていうのが作られていて、ここに行っていただくと、見ることができます。で、詳細は、見ていただくとして、すでにそのユニプロットとかアンサンブル、これゲノムのデータベースですね、タンパクデータベース、ゲノムのデータベースで DDBJ ゲノムとか遺伝子のデータベース、こういったデータベースが全部このファールドオントロジーを使って座標の情報を記述していますので、全く同じ記述方法で、相互に参照し合えるという、利点がもうすでに発揮されているので、もし皆さんもそういった、座標に関わるアノテーションですとか、なんか、バリエーションの注釈ですとか付けたいときは、ぜひこのオントロジーを使ってください。これはでもさっきちょっと、はい、はい、とりあえず上からやれみたいな順番のあるものがつまり、はい、これでも表現できるっていうときにどっちを選ぶみたいな、これでもこれでも表現できるっていうときに、そのルールは、ないですけども、先ほど紹介したものはそんなにダブってないので、個人的にはあそこに登場してたらあれを優先してほしいっていう気持ちはあります。ただ
確かにダブることは結構あって、それはですね難しいです。でももし注目されてる別の有名なリソースが何かを、例えばある生命科学系のデータベースがあって、それが例えばスノメドの ID を使ってるっていうことが分かったら、ご自身のデータもスノメドを使っておくとつながるので、まあ端的に利便性は上がりますよね。はい、どうぞ。はい。特別な、はい、特別な、まあ、その細かい種で使っているような結合の、はい、同じ意味で使いたいんだけども、全然別の種だったけど、つまりその公開されてるんだけども、そのデータセットそのものがすごい狭い範囲しか適用されないように、データセットっていうかその当時が狭い範囲に適用されてるように使われてるんだけども、熟語だから一般的で使えるっていう場合に、ああ、それはですね、多分使われるご自身が一番、その見た目は一緒だけど中身が違うみたいな話ですよね。いやいやいや、違います。熟語なんて意味同じなんですよ。だけどオントロジー体系を作るときになんかそういう範囲で作るじゃないですか、みんな。だから、はい、非常に狭い範囲に適用されるようになっているんだけども、熟語は一般的だから使える、で公開もされていると。本当にそのまま使っていいのか。ですね、アウルのオントロジーに関しては、述語を定義するときにですね、その主語に来るものと目的語に来るもののクラスっていうのも定義してあるんですよ。だからそこにマッチしないと実はもうまずダメなんですね。だからそこがマッチしているかどうかはまず確認していただいて、マッチしていただければ問題ない。はい。で、あとはこれはね、先ほどもうあれですね、ユニプロットのインタラクションのところでちょっと解説したのと同じ感じなんですけども、まあ、モデル化で悩む話で、まあ、一つの例として、まあ、初心者だとタンパク間相互作用のデータを作るっていう時に、タンパク A とタンパク B がバインドするみたいな感じで一つの RDF で書いちゃうっていうことはよくやるんですけども、こうすると、まあ、これに対して何かものを言いたい時に、まあ、レイフィケーションを使えば実はできるんですね。でも実はさっき読み解くためにレイフィケーションの解説しましたけど、あんまりおすすめしません、ややこしくなるから。ですのでレイフィケーションを使うよりは、このインタラクションそのものに何かリソースを与えてあげて、そのインタラクションに、文献だの、なんか例えばそのタンパクだったら解離定数ですとか、それに関係するタンパク質、まあバイナリーだかそれ以上だか分かんないですけども、関わるものを書いていくような形でモデル化する方が、使いやすいかなと思います。はい、はい、かけます。はい、僕はこっちの方が、他の人も読みやすくなると思います。はい、はい、あ、これもちょっとアップってるわけですね。で最後に、最初にその統合して使うときには、全部を自前のところにロードしてまとめて使うか、フェデレーテッドクエリーをするかっていう話をしました。で、まあ、フェデレーテッドクエリーって、分散したサーバーに同時にスパークルを投げて、一発で結果を取ってくるっていうようなための仕組みなんですけども、まあ、実はですね、しばしば、まず、フェデレーテッドクエリーをサポートしてないトリプルストアに対しては、まず、トリプルストアからは多分クエリーが投げれないですし、あと、これものすごくそのトラフィック、大量のトラフィックが発生するようなクエリーを投げると答えが返ってこないことも多いので、あまり常に使える手法ではないんですけども、一応、こういう、まあ、上手にクエリを工夫すればそれでも使えます。でその例としてここでちょっと挙げて、まあ、これ一つ、これはですね RDF ポータル NBDC の RDF ポータルのエンドポイントからこのクエリを投げると、まあ、答え返ってくるんですけども、RDF ポータルからは OpenTG ゲイツという、トキシコゲノミクスのデータベースに問い合わせをしています。で一方でそのトキシコゲノミクスのデータベースの中に、ユニプロットの ID が使われているんですけども、そのユニプロットに関する情報は、ユニプロットの、エンドポイントに、問い合わせをするというようなパターンですね。でその時にまあ、最初山本さんの中でも例で出てましたけど、こういったその普通にセレクト文を書いた中に、その別のサーバーに問い合わせしたいところはこういったサービス区のとサービス区というんですけど、このサービスというキーワードの次に、そのエンドポイントの URL を書いて、であとはその
トリプルパターンを書いていくということで、こちらの部分は、まあ、スイスのサーバーで答えを出してもらって、でこの外の部分はローカル、まあ、ローカルじゃないな、この場合は RDF ポータルのサーバーを使って、最終的にあの両者を満たすような結果を返してくるというようなクエリになっています。で、まあ、これ実はこれはあの結果が小さくなるように調整してもらっているので、あの答えがすぐ返ってくるんですけども、まあ、こんなふうに結果が返ってきて、まあ、これはさっきのクエリですけども、 ある特定のジーンチップのプローブに関する、まあ、タンパクの情報がこういうふうに取れると、ユニプロット経由で GO の情報が取れたというような例になります。はい、ちょっと時間過ぎちゃいましたので、はい、私のこの部分の講演は以上になります。何かご質問とかありますでしょうか。はい、実際これまでのデータベースって、まあ、中では RDB が動いてて、はい、ものが多かったんですけど、はい、ユニプロットとかは実際今はもう中身も RDF で全部やってて、多分違うと思う。そこは今までどう違いますよね、表に出てる部分は。僕が聞いてる範囲ではデータ管理は全部 RDF でやっていて、ただこう遅くなレスポンスのためにプリジェネレートがページを準備したりとか、はい、そこは工夫はしてるみたいな。ただ RDB と併存してるとかじゃなくて、データは RDF とプライマリーになったと聞いてます。じゃこれから新しく何か作るとしたらもう RDF で全部やるっていうのがおすすめです。いや、ですね、まずユニプロットが RDF を採用している一番の理由は、頻繁になんか新しい、データベースへのリンクを追加するっていうことがあって、スキーマが決まってしまうとその作業が結構大変になるそうなんですね。で、そういった、まあ、例えばさっきお見せしたインタラクションデータなんてちょっと前までは出てなかったんですけども、そういったものが入ってくるという時にやっぱりスキーマがない RDF だと入れやすいっていうような問題が、まあ、いい点があって、それでその基本的にデータを作るところは RDF を中心にやっていて、多分ただ直接のトリプルストアにクエリ投げてページ作るっていうのはやっぱりまだレスポンスの問題とかあると思うので別の対応をしているということで、まあご質問で言うと、その RDF プライマリーに作っていいのかどうか、そう答えにくい問題です。いいそうです。はい、実質的な問題はあまりないと思います。ただ正直なところ、最初言ったみたいに日本語のドキュメントがいろんな意味で欠けているので、もし詰まった時にちょっとそばに詳しい人がいないと辛い思いする可能性はあるので、まあ、それぐらいですね。それ以外の部分では結構、利点もたくさんあるので、はい、ぜひチャレンジしていただけると嬉しいです。はい。